さっきのシーン乗るべきだったんじゃないのか。仕方ないじゃない。みんなが好き勝手やってたら舞台はまとまんないでしょ。一人くらいは調整役やらないと。ふん。ところで何してんの。ストップ、メイク取れちゃうって言われてエアメガネしてる。しなさいよ、相手の演技見えないでしょ。動きは大体見えるからいい。表情って見る必要あるか。俺は客に見えないものを前提に演技しない。役者同士なら動きだけで語り合える。なんで今さら台本チェック。黒川が乗っててこのままだと食われるからな。このシーンアドリブ入れるぞ。へえ。お前ならどんなアドリブだろうと合わせられるだろ。私を誰だと思ってるの。お前が渋谷で一番強いやつか。貴様には志があるのか。志ね、ないことはないと思うが、俺は口で説明するのは得意じゃねえんだ。語ろうぜ、俺たちの刃で。一つ一つの所作に感情が乗っている。まるで情報量の塊。楽しもうぜ。悪いけど役者として格上の相手と同じ土俵で戦うつもりはない。ほう、無感情対比構造ですか。姫川が熱い炎のような演技をすればするほど、アクア君の冷たい氷のような演技が際立つ。姫川はそんな簡単に対処できる役者じゃないですよ。つまんねえな、もっと楽しもうぜ。なんなんだあいつ。もうすぐ姫川さんがアドリブ入れるって言ってたシーンだけど